岡山県怪談へようこそ。チャンネル登録と高評価お願いします。吉備津神社、夜の墓地からの呼び声。岡山県に鎮座する吉備津神社、日中は静寂に包まれる穏やかな場所だが、夜になると墓地の奥深くから不気味な気配が漂う。ある夜、好奇心旺盛な探求者がその気配の源を探るため神社を訪れた。探求者は墓地へと足を進める。月明かりだけが頼りの中、古びた墓石の間を歩く。すると耳に入ってきたのはつぶやくような低い声。風に乗ってか細い声が繰り返しささやく。忘れるな、忘れるな。声は次第にはっきりとし、探求者の心を捉える。私の恨み晴らされぬままここにある。周囲は不自然なほど静まり返り、墓石の影から形の定まらぬ暗がりが彼を見つめているようだった。おじけづいた探求者は怨霊の存在を確信し、急いで神社を後にした。だがその夜から彼の日常に異変が起こり始める。怨霊の声が彼を追い続けるのだ。吉備津神社の周囲では夜になると誰もが不可解な恐怖を感じるという。墓地の怨霊は今も自らの恨みを晴らすべく訪れる者を待ち続けている。私を忘れるな、この恨み晴らさずにはいられない。お前たちもこの呪いを共に背負うがいい。この怨霊の呪いを聞いてあなたはどう感じる？真夜中の吉備津神社を訪れてその声を自らの耳で聞く勇気がある？あなたの怖い体験や伝説にまつわる話をぜひコメントや DM で教えてください。最後までご視聴ありがとうございます。次は鬼の城の呪われた秘宝です。お楽しみ。チャンネル登録と高評価お願いします。